どうも、アリです。今回はちょっと緊急で撮影編集してまして。というのも今日は包丁の発信ではなく、日本酒についてです。まずですね、こちらの映像をご覧ください。悔しいけど、絶対残った酒、絶対。ちゃんと、残ってるやつあるはず。タンクは、あっち側から見たらちょっとわからんげんけど、あと火事だけなければ。元町松並エリアです。大変なことになってます。助けに来てください。私の町が大変なことになってます。助けに来てください。石川県能登町松並です。助けに来てください。はい、ということでこの映像ね、もしかしたらツイッターとかティックトックで結構バズってたので、見たことある人はいたかもしれないです。で、今回はどういった動画かというと、その被災に遭われた能登の酒蔵ですね。そこにはまだ3500本のその出荷できない状態のお酒があって、その洗浄とラベル貼りという作業をボランティアをたくさん呼んで今やっております。で、さっきの映像、それを撮影してた女性の方、その酒蔵のおかみなんですけど、その方を紹介します。松並酒造の聖子さんと聖ちゃんですね。と、あと今回、この一緒に企画したプロノンベン親友のゴーキ。ゴーです。スイちゃんです。ゴーです。スイちゃんです。ゴーです。分かったよ。今回の内容がですね、この、ボランティアの期間、3日間ですね、オンラインで販売するということなんですけど、そこでぜひ協力してほしいということで、ちょっとスイちゃんの方から今回の内容をお願いします。今日はね、本当にありがとうございます。能登町で松並酒造を主催して全開しました。けど、いろんなレスキューの人たちの力を借りて、お酒を約3500本取り出しました。で、ここにあるタンクの中身もお酒が入ってます。これも命がけで取り出してもらいました。けれど、製品化するには時間がかかるので、こちらにたくさんの方にお手伝いしてもらって、製品化のために。で、その皆さんのおかげで1本ずつラベルが貼られて経営になって商品化されます。で、私今金沢には住んでるんですけど、今お借りしている場所は小松で、もともと被災したところは松並という150キロ離れて、あと小松も、2時間ぐらいかかってすぐには発送できないけれど、この3日間限定で EC ストアを再稼働させてます。で、それで到着までは1週間もかかっちゃいますけれど、ちょっと気長にお待ちいただいて、最後の酒と呼ばれないように出してるんですけれど、このレスキューした美味しいお酒たちをぜひ皆さん飲んでほしいなと思ってます。はい、ありがとうございます、はい、それでは実際にその EC サイトで販売する4種類ですよね。4種類、はい、それはプロノンベ5種類か、5種類、あ、原酒が、原酒がなかった、あ、走ってくるよ、あ、いいよ、この5種類を販売するということで、プロノンベのゴーさんとセイちゃんから、一歩一歩紹介を、はい、じゃあ今忘れてきちゃったこの親が、本醸造原酒から今から、はい、さっきラベル貼ったばかりです。こちらどんなお酒ですか？これはね、通常市販品にこのスタイルはないんですけれど、すごく旨味ある濃純辛口で、うちの松並酒造のみの特徴と言っていい、四段仕込みを酒米でやってるって、ほんのちょっとした工夫で最後にね、上品なキレと旨味が出てくるロックとハイボールがおすすめです。日本酒なのにロックとハイボールがおすすめです。これですね、アルコール度数がなんと19から20度っていうか、20度ぐらい、20度ぐらいあるんですね。ただアルコールの味するのかなと思うじゃないですか。違うんです。すごい柔らかい、そう、旨味と香りと、これが奥の戸のうまい海の幸と合わせて飲んだらいけんよっていうお酒なので、強さがありつつ余韻が綺麗なので、もちろんね、和食にも合うんですけども、そうそう、ここはですね、結構料理、例えばイタリア、フレンチ、そんなお料理にも合わせられますし、合うげいよ、はい、トロリン、次は、じゃあ次はこちら行きますか、はい、はい、こちらはなんと、ね、松並酒造フラッグシップの大江山大吟醸、大吟醸です。このお酒はできてすぐ出すお酒もいっぱいあるんですけど、うちは2年間以上冷蔵室でボトリングして寝かせてます。なので逆に生き残ってたんです。タンクに入ってたところはもうダメになったところが多いんですけど、ボトリングしてるって積んであったから割れる量も
少しで済んだけど、キャップが歪んだりするのを皆さんに直してもらってるんですけど、飲む花の素晴らしい香りと、最初あれ甘いんじゃないと思ってるけど、2日目じゃない、二口目飲んだらあれこれって辛口やったっけ、でこのキレがすごく上品に、味わいがさーっと、またもう一口飲みたいな、おかわりしたくなる味わいのフルーティーな大吟醸です。まあ、吟醸香と呼ばれるフルーティーな香りあるんですけど、なんていうんですかね、すごいフルーツとか言わなくてやっぱ品がありますね。いますね、すごいそういう香りがするっていうよりかは優しくて品のある、ここに口から広がるこの含みがっていうのが上品なので、あのお肉でも赤身のうまい、お通しのすき焼きやローピーとかにも合うよ、お魚だけじゃないげんよっていうのが大吟醸です。で、ちっちゃいサイズと大きいサイズもあります。こちら一升瓶 1.8 リットル。こちら4合瓶なので720。こちらもあります。あります。まあ飲んでるこっちらね、2合分を溶けやすい。やっぱり、はい。はい、2合分。2合分。値段が。2合。あの、5さんが2人分お得ぐらいの。すごい量だ。すごい量だ。すごい。僕ね、これ。酒タンクなんでね。そう体の中全部酒でできてる。一週分はね、これぐらいなんかいけるかどうかって話ですよ。2合分なんかね、うん、僕の方が大きいですよね。大きいです、ちょっと大きいね、ちょっとキュッて芯なんで、はい、キュッと凝縮されてます、はい、僕分散してますけど長くなっちゃう、ね、いい気がします。じゃあ、それはこっちですね、こっちだね、はい、やわ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 、かわいい、かわいい、やわやわって本芸なんですよ。ちょっとやわやわとしとってとか、ちょっとゆっくりおってみたいな、でやわやわとしとるへんわみたいな、なんかこういう表現で、この海の見える場所にイカの駅つくもるってイカキングで有名な場所があるんですけど、まあ、イカ釣り漁船とかイカが取れるって、イカ釣り漁師さんが海を見ながらやわやわと釣りをしてる、その時にお家帰って取れたイカで飲みたいって、ちょっとクリアーな感じの味わいで、お水に能登の海洋深層水ミネラルウォーターを使ってるっていう、それがすっきり感の特徴で、通常はイカの液限定で売ってるんですけど、昨日くらいにちょっと空いたけど、あの全然もう販売に行けないので、今回そのお酒を抜き出しちゃおうということにしました。なのでうちに店に来た人にはまた行ったことなかったお酒、またこれをこれがオンラインでオンラインで購入できます。ちっちゃいサイズなんだよ。そうなんです。あの、で普段ね、そんな飲まないって方はこちらのサイズ、そうそう、もう飲み切りサイズですね。かわいい。そうそう、これは飲み的には一口分なんですよね。そうですね。小さかと思った、あ、水かと思った、あ、酒やったみたいな感じです。水と間違えて飲んじゃった。うん、あ、ちょっと味いいなと思ったら、ね、スイ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 やばい、スイスイやわよ、スイスイ泳げます。酒の中で泳げるよ。泳いでみたい。満足だ。じゃあ次、最後ですね。最後ですね。ボスです、ボス。ボス、ラスボスなのか。アメもボスです、ね。キングなのか。こちらは大江山の騎士。騎士、こちらは鬼の神。僕が一番好き。これ、まあ、鬼の神と書いてあるんですけど、大江山ってもともと主伝道寺、酒飲みの鬼の伝説から来ているので、その鬼をかっこいいなんか鬼いないかなっていうことで、うちにも来てるお客様で、ガンプラや、ゴジラ、いろんなあの怪獣絵師として活躍するクリエイターの海田裕二先生が本当によく来ていただいて、仲間たちが大山のかっこいいようになんか先生の鬼神の太刀っていう作品があって、あれやべれでしたらいいんじゃないみたいに言ってくださって、先生があいいよって言った瞬間にうちに連絡が来て、先生今いいよって言ってるからそのまま本当に OK もらってくださいって言って出来上がったお酒で、鬼神の太刀に合わせた力強いけどタッチシャッシャッシャッ、本来はね4合瓶だったんですけど、4合瓶が被災して熟成して置いておいた同じタンクのお酒を特別に先生の許可もいただいて1升瓶で作りました。この鬼神っていう字は私が書きました。そう私が書きました。いや、せいちゃんですね、字がお上手なんです。本当にフレペンで書いたんです。濃いんですよ。だからどんな風にしたらいいかなと思って、この
あのこれ下もそうです、私が描いたんです。かっこいいよ。濃いですね。でこれを先生 その一番弟子の方に送って入れてもらって、すごいなんかどこに出ようみたいな。で後ろにも、まあ、裏ラベルにこう思いが書いてあって、これ本当はね、七にやったが一生懸命してるがも直してあったりするんですけど、お酒は山の錦を半分まで磨いた純米吟醸で、酵母は金沢酵母という石川県がいるんですか。すごくね、こんな感じやと思ってたら、お、今って優しいぜっていうのが原酒なの、ね、原酒、得意なんですよ、うち原酒が手数高め、17度松並さんといえば原酒、そのまんまが好きなんですよね。水を加えてない、ね、できた時の、その熟成すると味の変化が原酒は面白いので作ってます。アクキー買ったら酒ついてくる、酒買ったらアクキーついてくるみたいな、オリジナルの先生のこの可愛いキーホルダー、可愛いキーホルダーが酒の首にかけてよし、耳にかけてもよし。おかしいおかしい。スイちゃん今日してない。あ、今日、そう、お酒のね、お酒のイヤリングもあるんですけど、そうそう。アライブもかっこいいですね。あ、このアライブ私が買ってます。で、この救出したお酒には全部アライブシールを入っております。これ実は200本しかなくて、しばらくこのタンクの仕込みのレシピっていうかお酒作ってないので、本当にこれ次作るのがいつ限ろみたいな感じで、ごめんなくなっちゃうかもしれないけど、のんべいに渡したらすぐなくなる、すぐなくなる。ちょ、解説書っていうのも買った人だけ見れるんですけど、原画とその思いを書いた解説書もついてます。まあ、その本当にアタックにこの鬼のような力強さがあるんですけど、実はなんか包み込むような柔らかさがあったり、ほんのり バニラみたいな香りがあったりして、これもですね、ちょっと最初に説明したこちらの大山の、本醸造とちょっとね、食事の合わせ方は結構似てくるかな、はい、結構強めの料理、僕はフレンチとかにすごい合うかな。で、ソースの話、そうですね、バターを使った料理とかにすごい合うんですけど、はい、日本酒ってやっぱ和食でしょとか思うかもしれないんですけど、結構ね、こってりしたクリームチーズ、バターで、あとはブルーチーズとか、そういう癖のあるチーズとかにも合わせられる、うん、本当に懐の深い、そして料理に負けない、うん、料理にちょっと入れてもいいけど、料理に使ってもちょっとね、もったいないかもしれないですけど、贅沢、うん、これ料理作りながら飲んで、そう、入れてどっちやねんみたいな、入れて飲んでどっちやねんそんなことができるお酒です。います、ありがとうございます、はい。でまあ、今回のこのお酒、下のコメント欄、概要欄の一番上に貼っておきますので、ぜひ協力したいよ、飲みたいよって方はぜひそちらをタップしてください。限定ですからね、限定なんですよ、明日までです。7月11日の夜0時までしか販売今はできない、はい、やっぱりこのキングス、今ねすごいたくさん商品化のために動いてくださってるけど、これは次はね、うちの家族だけで、はい、何々さん何本、はい、何本いました、納品書いて貼って屋上貼ってっていうのをやっぱりちょっとすぐできなくて、そのために1週間お時間を頂戴して日付指定なしということでお願いしたいのです。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございます。3500本売り切りたいですね、来てください皆さん、よろしくお願いします。お願いします。それではまた、バイバイ。